どうもクーピーチャンネルです。とうとう来ました。ずっと探し求めていたポータブルクーラーが。今回はスイデンのスポットエアコンハンディクーラーを検証します。少し前に挙げた中富ポータブルミニクーラー、車中泊で疲弊なく落ち込んでいるところ、視聴者様からスイデンのスポットエアコン教えてもらいました。こちらの排気システムが理想の形でした。冷えるか確証はありませんが、自腹で購入してみました。5万円となかなか高額でした。なので案件ではなく忖度なし、ありのまま皆さんにお伝えしますね。実用的に使えたら夏の車中泊の救世主になると思います。この排気システム何がすごいか少し語らせてください。超車中泊向きなんです。こちらスイデンのサイトにあった画像です。四角内が車内と想定してください。ポータブルクーラーから排熱が車外に出て、冷風が車内に出ています。注目してほしいのがこの吸気2箇所です。こちら側は冷風用の吸気です。車内の空気を吸ってポータブルクーラーで冷やして車内に冷風を出します。車内で巡回しているだけです。もう一つの吸気、こちらは排熱用の吸気になります。車内の空気を吸って車外に排熱を出します。ということは車内の空気吸った分どこからか空気が入ってくるんですね。じゃないと真空になってしまいます。車というのは必ず隙間が空いてます。外の空気が入ってきます。外気温が30度を超えてくると常に温風が車内へ入ってくる状態になり、冷房能力の弱いポータブルクーラーは冷えません。外で使うならこれでいいんです。でも通常のクーラーのように部屋全体を冷やすためにはこちらですね。今回のスイデンの排気システムです。排熱側の吸気が車外に設置されています。なので車外の空気を吸って車外に出すので、外で空気が循環、中の冷風は中で空気が循環、外の空気が中に入ってくることがなくなり、冷房能力をフルに活かすことができます。車中泊に特化した排気システムなんです。もう一つスイデンがすごいのは消費電力なんです。カタログでは 250W です。去年検証で成功したクレクール3、こちらよく冷えるんですけど 400W 近く消費電力があるので一晩は厳しいんですね。 250W だと超大容量ポータブル電源 1500Wh クラスで単純計算で6時間持ちます。これだったら実用的ですね。自分が求めているシステムは外部電源なし、ポータブルバッテリーで一晩動くシステム。スイデンまさに理想です。あとは冷えるかどうかですね。さすがに疲労は厳しいと思うので、今回は熱帯夜を想定して日が暮れてから実験したいと思います。そして大容量ではない出力の低いポータブルバッテリーも動作チェック、騒音チェックもします。これ本体が5万円と高かったんですけど、さらにですね、排気ダクトオプションで別でした。しかも結構押してました。頼む、冷えてくれ。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは軽キャンピングカーインディ727にこのスイデンのスポットエアコン設置していきます。今の温度がですね、外気温これ日陰に置いておきました。だいたい35度ですね。めっちゃ暑いです。車内の温度が38.4度、めっちゃ暑いです。今時刻は3時過ぎているんで、もう暑さのピークは過ぎたんですけど、まだ結構暑いです。で車体には太陽は今直接当たっていない状態です。車内の温度が分かるように日陰のところにこの本体センサーを置いてます。で中に温度計ワイヤレスで2つ置いてます。じゃあこの状態で温度も測っていきます。それではまず開封していきます。こちらが本体になります。すごいこのモスグリーンかっこいいですよね。今まではスポットエアコンだと白か黒だったんですけど、モスグリーンなんかアウトドアにも合いそうです。入っていたのが本体以外にトリセスと、あとはこのドレンホースですね、こちらが付いていました。こちらが操作パネルです。これが運転ですね。で停止、そしてタイマー、こちらがエアコンの冷風モード、静、弱、強、パワフルって4段階あります。あとは送風だけのモードですね。本体の正面ですね、こちらに冷風の出口があります。そしてこの冷風出口のすぐ横、この冷風の吸気口があります。レバー引くと
こんな感じで冷風のフィルターがついてます。これは掃除便利ですね。本体の後ろ排気口ですね、排熱です。そしてその横にすぐ排熱側の供気口になります。なので外の空気吸ってこっから排熱される感じになります。ここにドレインホース差し込み口が出ます。これで水ですね、排出できます。取説読んでいるとこの排熱ですね、こちらは40センチ開けてください、冷風の吸気口も30センチ開けてくださいと書いてました。なのであまり壁側に設置するのも良くないっぽいですね。状況を見ながら設置していきます。今回オプションの排気ダクトを買いました。こちらが期待している商品になります。これを本体の後ろに取り付けて、そして排気ダクトを設置します。こんな感じで簡単にはめ込むことができます。これを車外に出してあげることによって効率的に冷やすことができます。取り付けていきます。もうネジで取り付けていくだけです。ぴったしですね。やっぱ純正なんでこの辺はしっかりしています。それでは一度車内入って取り付ける位置決めたいと思います。サイクルキャリアの中ですね、日陰の中の温度が 35.5 度、そして車内ですね、温度39度です。もう40度ですね。中入りの家やな。頑張って設置していきます。設置する場所なんですけど、助手席ですね、助手席の窓から出すやり方と、あとはここ後ろに置いてしまって、で後ろのですね、この窓から排熱するやり方、2種類あると思います。で今回はですね、この後ろの方から出したいと思います。なのでここにですねプラダン貼って、で穴2つ開けて排熱と吸気ですね、両方通します。これ横幅があんまないんで、こんな感じですごい置きやすいですね。これはかなりメリットだと思います。いやもう本当めちゃくちゃ暑くて、この中サウナ入ってみたいです。これ長時間おったら危険ですね。それでは早速窓のプラダン作っていきます。それではですね、こちらのポータブルバッテリーで実際にスポットエアコンですね、動くかどうか確かめていきます。でちょっともうめちゃくちゃ暑かったんで、家の中でここだけ実験したいと思います。なので子供とかね、声聞こえるかもしれないんで、その辺だけご了承いただければなと思います。じゃ撮影してくるな。もう遊びに夢中のようですね。あれ、あ、頑張れやって、頑張ってくるわな。こちらのポータブルバッテリーなんですけど、弱位1500ですね、定格出力1000ワットあります。容量1500ワットアワーなんで、もうこれを今回メインで使うと思います。この定格出力が低いエコフローですね、こちら600ワットです。そして弱位のこのちっちゃい方ですね、こちら定格出力500ワットです。これ動いたら結構安いポータブルバッテリーでも動くんで、かなり実用性があると思います。それではまずですね、この弱位1500、こちらで動かしてみます。スイッチを押します。とりあえずこの弱で試してみます。で今弱でですね、消費電力が 100V 60Hz で 195W 消費されてます。もう7回動いてますね。それでは次こちらエコフローギバーですね、こちら試していきます。定格出力 600W なんですけど、 600W 以上、700、800W の電化製品つけても抑えてくれる機能あります。なので問題ないと思うんですけど、一応チェックしておきます。スイッチをします。エコフローでも問題なくつきました。もう5分ぐらいこれ経ったんですけど、 145W なんですね。さっきの弱が 180W 以上だったんで、なんか消費電力は少ないんですね。ちょっとこれが謎ですね。 100V の 60Hz ですね、こちらも問題ないですね。それではこちらの弱の定格出力 500W の方で試していきます。スイッチつけます。で弱にします。今消費電力が148W ですね。なのでこっちも消費電力がエコフローのように少し小さいようです。ただ問題なくつきました。これは嬉しいですね。
で今弱で149ワットなんで、この静とあと強とパワフルですね、こちらも調べてみます。気になるのが静弱強パワフルで、この風はすごい変わるんですけど、冷房能力は多分あんま変わってないと思うんですね。触った感じちょっと温度調べてみますね。冷房能力は一緒なんですけど、静弱強からパワフルにするとパワフルがやっぱり冷えましたね。これ風いっぱい送られてるんで、その分冷えた可能性があります。まあ大体一緒ぐらいの温度が前から風来てます。で後ろ測ってみます。こちらの排気ダクトですね、こちらが50度ぐらい出てますね温度。次騒音が気になったんで一度測ってみたいと思います。まずはこの弱からですね、本体から1メーターですね離したところで騒音を取ります。とりあえず全部問題なくつきました。で今回は消費電力ちょっと高いんですけど、容量一番ありますんで、この 1500Wh の弱で1500で実験していきます。それでは車内で設置していきます。それではスポットエアコンの排熱ダクトセッティングしていきたいと思います。さっき作ったこのプラダンですね、こちらを窓に養生テープで貼り付けます。とりあえず仮で隙間なく貼り付けてダクトを設置したいと思います。こんな感じで排熱ダクト処理できました。こっち側が吸気ですね、でこっち側が排気になります。でこれが結構温度高くなりますんで、100均で買ってきた断熱シートですね、これ巻き付けて温度上昇を防ぎたいと思います。断熱シート巻き付けました。これで温度上昇は抑えられると思います。後ろのドレインホースなんですけど、こっからはわしてキッチンに流します。なので水出ても大丈夫だと思います。楽しみですねこれ。いやしかし中もうほんと暑いです。温度計なんですけど、エアコンのすぐ前ですね、そこにワイヤレス温度計1、そしてこのエアコンが一番遠いところ反対側のテーブルのところに2のワイヤレス温度計を置いておきます。で最初はですね、あまりうるさくない弱で回してみます。冷房が動きました。今185W 消費されてます。残量が 98% ですね。1時間測って温度とあとポータブル電源の残量も測っていきます。車内の冷気循環させるようにもこの運転席のカーテン閉めておきます。 できるだけ空間狭くします。そしてこの扇風機で反対側に送ります。扇風機はジャクリの1500と違うやつで動かします。そうすることによりエアコンのポータブル電源の消費電力が分かると思います。じゃあ動かしていきます。はい、これでですね、冷風が向こうに行って扇風機で拡散されて、こっちが部屋全体冷えると思います。で現在の気温ですね、外が 31.4 度、中が1が冷風機の前ですね 33.9 度ですね。テーブルの上が 35.4 度です。これで1時間測っていきます。バッテリー残量が 97% ですね。でワット数は265に上がってます。じゃあ1時間様子見ます。火もすっかり暮れました。今7時半ですね。それでは温度見ていきます。後ろの窓から排気ダクトが出ていまして、ここから暖かい風が出てます。ちょっと温度だけ測っておきます。40度ぐらいですね。42度の熱風が出ています。サイクルキャリアの中に温度計開けておいておきました。で外の温度が 29.3 度ですね。中が冷風側ですね、それが 29.2 度、テーブル側は 31.4 度。中は、まあ風があるんでちょっと過ごしやすいって感じですね。バッテリー残量が 82% になりました。でちょっと一回切っておきます。中の排気ダクトの温度が35度ぐらいですね。で断熱を取ると43度ですね。
なのでやっぱり10度ぐらい、10度近くですね。この断熱の効果で室内の温度上昇は少し抑えている状態だと思います。でこのドレンホースですね、ここまで水が来ています。流れてきました。ちょっと溜まってましたね。弱で1時間冷やした結果、そんなに冷えませんでした。結果的にはこの冷風出口の前ですねの温度計が外気温と一緒ぐらいですね。そしてこのテーブルの方は外気温より上になっちゃいました。最初の車内の温度からするとだいぶ下がったんですけど、外気温と比べると下がってないんで、結局これだったら窓開けてもう換気扇した方が早いという話になりますよね。で今度はですねパワフルモードですね。これちょっと最後にやってみたいと思います。かなり音がします。消費電力は 340W 出てます。残量が 81% ですね。じゃあこれでまた最後温度測っていきます。現在外が 29.4 度、中が30 度、そしてテーブル側が 31.5 度ですね。ちょっと僕が入ったんでやっぱ温度上がりましたね。でこれは外に置いて測っていきます。ではまた1時間後に計測したいと思います。頼む、冷えてくれ。はい、それでは1時間経ちました。結構冷えてましたね。外が 29.1 度、中が 27.2 度、テーブル側は 29 度。中入った感じ寒っていうのはないんですけど、結構過ごしやすい温度ですね。でエアコン除湿されてますんで湿度がないんで過ごしやすいかもしれません。ポータブルバッテリーの残量は 59% になりました。このパワフルモードでしたら少し温度が下がりますんで快適に熱帯夜眠れそうです。ただ音がねちょっとでかいですね。これはいやーかなりシステムは良かったんですけど、もうちょいですね。というわけで検証結果まとめると、1時間計測風量弱、車内冷風前温度計 33.9 度から 29.2 度、マイナス 3.7 度、外気温 29.3 度と比べるとマイナス 0.1 度、風量パワフル30度から 27.2 度、マイナス 2.8 度、外気温 29.1 度と比べるとマイナス 2.1 度ですが、車内テーブルウェイ温度計は29 度という感じでした。皆さんどう思われましたか？なんか微妙ですね。パワフルにすると外気温よりマイナス 2.1 度冷えますが、テーブルウェイの温度計は外気温と比べるとマイナス 0.1 度とほぼ同じでした。人がいるとさらに温度 1,2 度上昇すると思います。パワフルは冷える冷えない以前に車内で使うには騒音が気になりました。外用だと思います。カタログにはテントや車内といった小空間の効率のいい冷房を実現します、マイナス5度と表記されていたので残念な結果になりました。ただ取説通りに冷風要求器が壁から30センチ離れていなくて10センチくらいだったのと、排気ダクトをもっと短くすればもう少し改善できた可能性はあるかもしれません。排気ダクトシステムは秀逸なのでもう少し冷たい風が出ればもっと冷えそうです。そして今までいろいろ検証してきて冷えないクーラーには2つの共通点があることが分かりました。水田のスペックを見ると冷媒が R134A と書かれてます。この冷媒はエアコンの心臓みたいなものなんですが、この R134A どこかで見たことあると思えば、今まで検証していまいち冷えなかったポータブルクーラー全てこれでした。 Mac10 長富検証していませんが、感激くんもみんなこれです。もうこの冷媒が搭載されたエアコンで熱帯や車内が冷えることはなさそうです。2つ目、排気ダクト。排気ダクト1本のものは車内で使うと常に外気が入ってくるので、冷媒の弱いクーラーでは車内温度を下げることは難しいです。これから車中泊用にポータブルクーラー買われる方は冷媒とダクトの数、この2つを注意してみてください。やはり現状クレクール3を加工して使うのが現実的なようです。水田の排気システムでクレクール3の冷媒、そしてもっと省エネ化できれば車中泊で使えるんですけど、どこかの企業さん作ってくれないですかね。絶対に売れると思います。あと気になるポータブルクーラーがゼロブリーズマーク2ですね。こちらも日本ダクトついていて同じ排気システムです。ただお値段20万円くらいします。バッテリー込みで5時間持つのは魅力です。
こちらも検証して動画にしたかったんですが、自腹で購入するにはハードルが高いです。どなたか持っていたら貸してください。関西だったら伺います。よろしくお願いします。検証して動画にしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。